笑点大喜利のコーナーでございまして、メンバーのご挨拶からいきたいと思います。最後ははい、めっきりお寒くなりました、寒くなったら映画館行って温まりましょう。招待券は早めに使ってください。寒がり屋の映画好き工藤です。早いものでもう12月でございます。振り返ってみますれば、よくここまで頑張ってこれたものだとつくづく思っております。これもひとえに丈夫に産んでくれたおふくろさんのおかげでございます。この場を借りまして大変恐縮ではございますが、ここで慎んでおっかーにお礼を申し上げます。重ね重ねこんなところで恐縮ではございますが、おふくろさん、お米がなくなりました。式を送ってください。ごっかいでーす。皆様方のおかげをもちまして、笑点も来年早々850回を迎えることができました。850回記念特別番組を数千万円の予算をかけてお送りすることはできません。あしからず歌丸です。12月になると必ず思い出しますのがあの名台詞、師走だな、僕は君といる時が一番師走なんだ。笑点の青大将長寿です。ひもじさと寒さと恋を比べれば、恥ずかしながらひもじさが先、ひもじさが先に挨拶をしました。私は恋ですかね、お耳の恋人楽太郎です。よく子供たちが私にもういくつ寝るとお正月と聞きますが、私には分かりません。自分で調べてください。お年玉評論家林家木久蔵です。いつものように座布団を配る男がおりまして、裸になって霜焼けになったマントヒヒがご挨拶をいたします。どうも。今月になりますと小島利用人日の用人とみんなが言いますが、私はそれでも手を挙げて横断歩道を渡りましょう。松崎誠でございます。いつものように私が問題を出します。いい答えだと座布団をあげます、悪いと取り上げます。10枚貯まるとこれがなんと、皆さん方にあった素晴らしい家を一軒建って差し上げますんで、頑張って10枚貯めてください、とにかく家を建てますから。1問目、土地が変われば人も変わるものでございまして、土地土地に応じて特徴を織り込んで娘とドイツを作ってもらいたいね。はい、太田さん、娘とドイツ、土地のあるドイツね。はい、はい、船で出かけた青森娘、どこにいるやら連絡せん。あ、うまいね、おい、うまいよ。はい、熊本娘の飼ってる犬は、チンチン嫌ならお手も嫌ん。うまいね、おい、おい、一応やれよ。はい、じゃあそういうのがあるわけじゃねえんだろ。お手も嫌んってのは、お手も嫌ん、ね、はい、はい、こんちゃん、はい、長崎娘の答案用紙、バッテンだらけで賑やかだ。うまい、長崎バッテンってね、江戸だったらどうなるか。江戸バッテン、江戸はベロベロだよ、江戸バッテンだ。おい、ラクちゃん、はい、青森娘は一途な女、愛は十和だと尽くします。なるほど、なるほど、なるほど、はい、はい、キューちゃん、はい、九十九里娘と一里も歩けや、百九里出てきて止まらない。はい、長次、はい、はい、やってみろ。ホワイン、これね、幽霊屋敷じゃねえんだよ。ホワインって何なの。はい、森岡娘は子犬が好きで、朝から晩までワンコそば。あ、ワンコそば、別に飲まなかったらいいじゃん、ワンコそばでな。はい、はい、歌さん、はい、岩手の娘が語ったてくれた唐の昔の物語。あ、じゃあ、はい、できるかい。できます。これで変えるよ、次の問題にね。いいの、あんたのできる、スキッとやって次の問題に行きましょう、はい、だからあんたのできる変えるから、はい、はい、奈良の娘と京都の娘、並んでコトコト歩いてる。うまいよ、うまい、最後だよ。新潟を忘れてた。ああ新潟な。はい、はい、やってごらん、はい、お米催促しちゃダメだよ、はい、佐渡の娘は遅刻が嫌い、いつでも時を守ってる。次の問題行こう。3問目ね、
あ、3問目やってるの2問目だ。そう。ちょっとこっち見てちょっと2問目。先々の時計になれや小秋うどなんですね。昔の人は物売りの来るのを見ておおよその時間を当てたもんだそうでございまして、私が今何時だいって聞きますから、いろんな人をあなた方見ていただいて何時頃だということを教えてくださいね。え、わかるかい。おキューちゃん行こう。はい、はい、5時ちょいと前じゃないですかね。まだおい聞いてねえんだよ俺俺が聞いてからにしてくれよ。何も聞かねえのに5時ちょいと前ってのは何なんだ。頼むよ、はい、キューちゃんな、俺が聞くの、今何時頃ですかって聞くから。あ、驚いたね、俺何も聞かねえのに5時ちょいと前だ。ありがとうございます。それはやりやすいよ。ちょっと今何時頃だい。午後5時ちょっと前じゃないですかね。どうして。会社の化粧室が OL で満杯ですから。あ、なるほど。帰り際に聞いたよ。はい、女の子だったら出てらね。楽ちゃん行ってみよう。はい、はい、ちょっと今何時。大体午前0時ちょっと過ぎです。どうして。今までこのかぼちゃ馬車だったんですよ。うまい、うまい。どうですか。ワイン。ワインってのはやめろってのお前は。今何時頃。間違いなく1時ですよ。ほら雨降ってきたでしょ。え、ね、雨降ってたよ。どうして。天気予報で言ってました、1時雨って。まあ、1時雨ばっかりじゃない、1時曇りも1時晴れもあるじゃねえ。しょうがねえな。こんちゃん行くよ。はい、はい、今何時頃。多分10時頃でしょう。どうして。今表をお寺の十字が歩いてましたようまいな。あの宇多さん、はい、ちょっと今何時。夜の10時頃でしょうね。どうして。あのスナックのマスターがコーヒーだけのお客にいい顔してませんから。うーん、細かいところを見てるね、はい、なるほどよ。1枚やれよ。はい、な、スナックのマスターも見てるからよ嫌な顔しないようにしてもらわなきゃ。キクちゃんできる。はい、はい、キクちゃん、はい、今何時頃だろうな。正午です。どうして。島田正吾が楽屋入りしました。1枚取れよこっちゃん。はい、今何時。ああ、今夜の8時ちょっと過ぎたとこだな。田舎の人に分かっちゃったんだどうして分かったんです。ああ、東京のせがれから今長距離電話がかかってきたべや。うん、なりびきでね、わかる。気持ち1枚やれよ。おい、あいなね、遠く離れてねえとわからねえんだよな、はい、うん、田舎持ってるやつは幸せだよ。こっちは東京生まれの東京育ちだからよ、新宗の育ちだからな。あいなわかんねえもん電話代なんて湯水のごとく使うから楽ちゃん、はい、今何時だい。あんた蕎麦屋で時間聞いて感情ごまかす気でしょう。うまいね。おいおい、一枚言う。特蕎麦というお笑い。宇多さん、はい、ちょっと何時です。朝の6時頃ですな。どうして。長次がね、仕事から帰ってきて出刃包丁を横に置いてさっさば勘定してました長次まだやめねえのお前は。次の問題いきます。菊ちゃん、菊ちゃん、はい、はい、問題聞いてよくね。問題、はい、いい、聞かせていただきます。にっぽり笑ったあのえくぼ、田畑を売っても命がけ、我が胸の内こまごめと愛の巣鴨に伝えたい。これだよ。来て喜びそうだ。この前やったよね。この前やりまして、今日は綴り方教室パート2。皆さんメモを渡してあげてください。できた順からいきますから、ボトン綴り方、地名でも人名でもどんどん綴っちゃってね、それでやってください。今みたいに菊ちゃんみたいに動きながらパート2、大変に好評でございましたから。キューちゃん、はい、では歌舞伎俳優でやってみる。歌舞伎俳優、いいね、うん、はい。ピッチャーが投げた玉三郎、うん、予想通りのコースロー、うん、なんで私が歌えもん、うん、ジャストミート勘三郎、お大歓声を聞くごろう。まいね。いくらやるよ。これは驚いた。はい、うん、私は世界の国名、国の名前でやってみました。国名ってやつ、はいよ、はい。カナダ達也は歌い手で高知モナコは俳優だ、インド周作作家なら、イ・ノルウェー久志も作家です。終わったの。終わったよまあまあまあ、ね、ノルウェー久志とは知らなかったな。
はい、宇田さん。はい、ではね、うん、我々のこれ門所で言ってみます。門所。それで見てたわけじゃないですけどね、うん、着物の門でね。なるほど。株を買うときは鷹の葉で、うん、買った途端に下がり富士、うん、御三の霧で青い顔、うん、穴を埋め鉢仮金の当てもなければ松に鶴る目。どうもさっきからね、一番先に手上がるのがあっちこっち覗いたり何回してもんどころ調べてやるね。どこのもんだあれは。ここのもんだ。旅じゃない。はい、楽ちゃん。はい、長寿さんの生活を花で歌いたいと思います。あ、花で、はい、いつもお金がなしの花、仕事もなくて暇ありで、顔も洗わず黒っかす、風呂に入らず金木犀。来ちゃん、はい、やるかい。はい、やるかい。私はあのね、どうしたんだよ、富山のプロレスさんかい。プロレスでやります。なんだよ、あ、じゃあしっかりして。私はなんでドッキリ中プロレスでやります。え、プロレスでやります。プロレスで、はい。私はアントン猪木がけ、大きな夢をかけてます、うんうん、どうぞ私と末永くババアになるまで付き合って、うん、優しくしてね、ブッチャー。いや、うん、うまいよ、うまいよ、うまいよ、ね、うん、うまいよ、うまいよ、うまいよ、驚いた。こんちゃん行こう。それでは一つ、欧米の国の名前でやってみました。国の名前、うん、日照り続きでアメリカが、うん、近頃ちっともフランスで、うん、いらないこの傘ドイツんだ、捨てちゃいけないオランダよ。小話に合ってる気がするけどな。じゃあスラスラでした。さあ、いよいよもう時間もなくなってきたから、はい、菊ちゃん行ってみようか。はい、お待ちどうさま。ヘビでやってみます。え、ヘビ、ヘビね、ハブの港で盗まれたまむしいほどのダイヤモンド、探すはコクラは少年探偵さん。終わりです。終わりにくいと。今日一日やってたような気がしますけど、『笑点』時間ですので、この辺で終わらせていただきます。どうも。